皆さんこんばんは、西原あさりです。猫型ロボットの絵描き歌では UFO が落ちてくる6月の6日。今日のニュースはこちら。1つ、ことぶき屋が誇るフィギュアシリーズ、アート FX のさらに上のランク、アート FX プレミアより第6弾ドクターストレンジが11月に発売されます。価格は税別16,000円。本製品はコミック版ドクターストレンジの10分の1フィギュアなのですが、本物を感じさせるディテールをデジタルスカルプティングで表現。全ての部品に複数の塗装を置かないことで深みと美しさを追求しています。顔はコミック版ながら、どこか MCU のベネディクト・カンバーバッチが演じるドクターの面影があります。衣装にはスカイブルーの中にグリーンが反射して見えるようになっていて、マントには波のようなグラデーションが施されています。かっこいいですね。しかも台座にはマイクロ USB を差し込むことで発光するギミックも搭載。ソーサラースプリングたるドクターの魅力がさらにアップします。2つ、現在放送されているアニメカラクリサーカスのサウンドトラック、カラクリ大サーカスが7月24日にソニーミュージックレーベルズよりリリースされます。価格は税別3,500円。このサントラに収録されるのは第1クールのオープニングと最終クールのエンディングを飾るバンプオブチキンの月光のほか、各種オープニング、エンディングのアニメサイズ、これに加えて62曲の劇伴が収録されます。さらに白金の子守唄を林原めぐみさんの音源で収録。あさりはこのアニメの最初と最後を同じ曲にする決断、最高にかっこいいと思います。大好きです。3つ、10月25日に発売予定のゲーム「コールオフデューティーモダンウォーフェア」が NVIDIA ダイレクト X レイトレーシングに対応します。 NVIDIA ダイレクト X レイトレーシング DXR は、言ってしまえば最新の GPU である NVIDIA GeForce RTX が映像表現を映画みたいにしますよという機能。ゲーム中のいい絵の表現だとかにさらに深みが加わる機能だと思ってください。ちなみにびっくりするほどフレームが折れて落ちるので、アサリは使ってません。はい、4つ、今週末6月8日に七瀬さんが描く漫画いじらないで長トロさんのヒロインである長トロさんに扮したコスプレイヤーさん4名が、アドワーズ秋葉店の前など3カ所に登場します。長トロさんに話しかけると本当にいじられちゃうかもとのこと。気になる方は当日話しかけてみてください。出没時間は昼過ぎから夕方6時まで。同時に特製うちわを配布予定です。なお、原作最新刊である5巻は6月7日に発売予定。明日ですね。特装版が税込み980円、通常版が税別450円です。5つ、カルビーは6月10日夏限定の新作を使用したポテトチップス、夏ポテト、対馬の花見塩、紀州の南高梅、安曇野のわさび味を発売します。希望小売価格は税込み150円前後。初夏から収穫が始まる新じゃがを使用した厚切りのポテトチップス、3種の味はどれも花火やうちわ、風鈴をあしらった夏らしいパッケージです。汗をかいたのポテト社から実質ゼロカリーですね。はい、さて今日は日中とても暑かったですね。誰が早めに夏にしなさいって言ったのなんて。はい、これからの入荷や入荷じゃない入荷や夏の到来に危機感を感じて、また明日。そういえば、明日はそうですね、長瀞さんの発売日でもあるし、ソードオブガルガンチュアのわー発売日でもあります。オキュラスを持ってる方、他にもブルイヤールデレイスをもしVR デバイスをお持ちの方もみんな買いましょうね。1990円です。それではまた明日。